ビンテンバイエル。岡崎ビンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。サマーサンバを弾こう、その10。10週目に入りましたサマーサンバ、感銘の歩みのごとく進んでおります。スタンダードチューニング、そしてカポは2フレットでお届けしておりますサマーサンバ。先週はですね、A パート B パート一括り、そしてまたリピートがかかって A パートに戻り、そして2度目の B パートに入ったところですね。入って以降、解説しておりますけど、そのあたりをちょっと復習してみます。ここまでいきましたね。B パートで4小節間進みました。そしてその5小節目、3フレットの制覇を残したまま、今度は C メジャー7のナインスですね、C メジャーナインス、このコードに移りますが、制覇はそのまま残します。ベース音はこの5弦目に移りますけどね、当然 C ですから、ここのその前の G7 の6のコードですね、ここから3フレット3弦4フレットですね、こちらの中指を残したまま、もちろん制覇ともともどもですけど、残したまま次の C メジャー7ナインスに移ります。ここでベース音は、5弦目に移りますけど、その際、5弦目を弾く右手親指の背か何かで6弦に触れて、ここはミュートをかけてください。ここで、小指だけがやはり細かく動きます。他の指は変わりませんね。次は F7 に移りますが、ここは1フレット制覇ですね、人差し指制覇。ここは、指の関係で数の関係といいますか、5弦は抑えることができませんのでね、こちらは触れないように気をつけてくださいね。ですね。ここ制覇フォームが続きますのでね、ちょっと左手の握力、必要かもしれません。ここはちょっと耐えるパートでしょうね。そしてその2小節が終わりますと、次がコードローコード C に、ここで、音を止めます。スタッカートですね。ローコード C で弾くのは 2,3,4,5 弦ということになりますが、そしてこれがこの小節の2拍目3拍目は休符を取って4拍目でこの G7 に、これは、G7 のコードなんですけど、2弦4フレット、これがシャープ5の音ですね、5度の半上、そして、1弦の6フレット、これがシャープ9の音になります。ここで、123弦、そしてベース音になる6弦を弾きますですね。ここは結構隙間が空きますのでね、リズムを崩さないようにしてください。そこの、B パートに入って、5小節目からもう一度いってみます。そして、ここでG7 の、シャープ5、そしてシャープ9が加わっていますけど、その後に432弦を弾いた後に、今度は小指を外したまま、そうですね、1弦目3フレット、2弦目4フレット、3弦目4フレット、この音を、アップストロークします。で着地で、6弦3フレットのベースを弾くと、この時も5弦は抑えられていませんので、5弦は弾かないように、4弦までこう弾いてもこれは問題ありません。コードから外れていませんのでね、この辺りは、音源をも演奏をまた参考にしながら、あるいは解説で振り返った演奏を参考にしながらリズムをとってみてください。ではこの先はまた、次の週に解説していきましょう。今日の輪天バイオリンいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんのギターにおける悩み、ご相談、そしてご質問なども受け付けますのでね、番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。また、このコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、皆さんのギター向上にぜひお役立てください。以上、輪天バイオリンのコーナーでした。